伝説はいつも君の手の中にある。さあ始まりました、ナルグランデのスペシャルアニメーション番組です。この番組ね、アニメのスラムダンクをまんま振り返るってね、そういったシンプルな番組になっています。ということで今回は第7話になりました、花道デビューダンク炸裂、こちらをテーマにしてお送りしたいと思います。決意も新たにバスケット部に戻ってきた桜木花道だが、愛も変わらず基礎練習を繰り返す花道とは対照的に、ルカワには女の子たちの黄色い声援が集まり、監督の安西が命じた1年対2、3年の練習試合が続く赤城対ルカワの戦いが実現したんだ。ルカワの前でド迫力のダンクを決めたゴリ、その凄まじいプレーを肌で感じたルカワはさらに闘志を燃やし、練習試合はさらにすごい展開になろうとしていました。本当にルカワはついこの間まで中学生だったのかっていうくらいの動きをするんです。小暮の打ったシュートが外れると197センチあるゴリにリバウンドで勝ったりと、まさにスーパープレー。ちなみにリバウンドっていうのはシュートが外れたボールを掴み取る、あるいはね味方選手に弾くっていうね、そういった行為のことを意味します。そしてそうやってルカワが活躍しているのを見てた花道もまた胸の高鳴りがね抑えられなくなっていたんです。やろー、春子さんの前で奴にいい格好されてたまるか。負けず嫌いがなんか知らねえが、俺だって負けず嫌いじゃ負けねえぞ。ルカワを止めろ、潰せ、ほらそこだそこだってのに。別に花道にそんなこと言われなくてもしっかりねルカを止めようとする上級生だけど、上級生はねルカを簡単に止めることはできないんです。あーそこだ、押せ、あー殴れ殴れ、あー最後の手段で足を引っ掛けろ。全部ファウルだ。12番プッシングフリースロー。ここで上級生チームがルカにファウルをしてしまいます。いや今のファウルはしなきゃ完全にやられてたぜ。ナイスファウルだ塩崎。だけどあいつのリバウンド力と突破力は本物ですよ小暮さん。全くどえらいやつが入ってきたもんだぜ。それを見てた春子はもうルカワに夢中。そして花道はというとややいじけ気味。けルカワが何だってんだい、俺だってこの試合で上級生がルカワのプレーに手を焼いているのは確かなんですけども、ある男は全く動じなかったんです。うん、何を言ってんだお前ら、このくらいやってもらわないと張り合いがないわい。なるかは。そして試合はルカワにフリースローが2本与えられたところでした。ちなみにフリースローっていうのはさっきのプレーみたいにシュート体勢に入っている時にファールされたりするともらえる、誰にも邪魔されずに打てるシュートのことを言います。そしてルカワのフリースロー1本目、綺麗なフォームから打たれたシュートは見事に決まるんです。それを見ていた花道、なるほど誰にも邪魔されずにね、こいつまたなんか。そしてルカワのフリースロー2本目です。構えてシュートをする瞬間、ゴールの方で変顔をしてきた花道、それで気をそらせてシュートを外させようとしたんですけれども失敗。ルカワのシュートは見事にゴールに吸い込まれていきました。何考えてんだあのアホ。たくもうこのタケ、そんなの集中力のないやつにしか通じねえんだ。お前のようだな、まったくどこまでバカなんだ、こっちまで恥ずかしくなるわい。ルカワにばっかりいい格好されてイライラする花道。そして花道は安西先生のところに行き、親父監督の権力で俺を試合に出してくれよな。なあ桜木、何を隠そう、俺はあの赤木キャプテンに勝った男なんすよ、ルカワなんかより。もう安西先生すいません、この超問題児によく言って聞かせますから。おおおおお、まあ彩子くん、ねえねえ桜木くんも1年生なんだから1年生チームを応援しましょうよ。そう言ってきた春子に花道は一瞬顔がデレデレするんですけれども、ルカワの応援なんかとんでもないっていう風に言ってね断ります。まさか自分が原因で花道とルカワが仲良くできていないとは思いもしない春子。そして花道は彩子に人のプレーを見るのも勉強っていう風に言われてコートの隅に連れて行かれます。さあさあガンガン行くぞ。そんなこんなで試合はというとゴリがジャンプシュートを打つ瞬間でした。とんでもない高さからのシュートなんですよ。これはもう絶対に止めることができないってね、そういう風にみんなが思ったんですけども、目の前には完全にシュートコースを塞ぐルカワ。ルカワはなんとゴリのシュートを味方に弾くようにパスを出したんです。それを見て驚く花道たち、さらにパスを受け取った味方にすぐ自分にパスをするように指示を出し、再びボールはルカワ、一気に走ってドリブルしていくルカワ、 2,3 年も止めようとするも失敗。小暮に関してはファールしてでも止めようと思っていたのに、ルカワの圧倒的な技術力によりファールすらさせてもらえなかったんです。そしてそのまんまルカワのスーパージャンプからのダンクが炸裂するんです。一瞬静まり返る体育館。本物だ。ルカワ楓。奴は紛れもなく本物だ。ちなみにこのほんの数秒間、
花道はルカのプレーに目を奪われたことを自分で気づいていたんです。ルカを応援していた女の子たちはキャーキャー言うだけではなくて、もう感動して泣いたりする子もいたんです。それを見て再び体育館のドアを閉め、外から部活を見れないようにしてきた花道。さらにルカのプレーを見てた春子の目がハートになっていたことに気づき、ますます落ち込む花道。ほら、お前も疲れただろ、俺と変わるよ。俺と桜木、何を脅してんだ。落ち込みながら振り向く花道。出してくれゴリ、俺も出してくれ。泣くな。赤木先輩、さっきから桜木もこんなに言ってんだから出してあげたら。残り時間も少ないし、それにほら、これは1年生の力を見るためでしょ。桜木花道ももう劣気としたバスケ部員だし。綾子さん、少しくらいいいんじゃないか。赤木、メガネくん、小暮だ。そうそう、小暮くん、僕交代したいななんて。ほらほら、そうでしょキャプテン。まったくどいつもこいつも。安西先生、あの男ですがまだバスケットを始めたばかりですし、人間的にも問題がありまして。ゴリの後ろでボールハンドリングを見せてアピールする花道。ああ、面白そうじゃないですか。出してあげなさい赤木くん。ということでついに練習試合に出れることになった花道。おっしゃー、喜ぶ花道なんですけれども、ルカワにはメンチを切っています。そして試合が続行され、気合十分でね、やる花道なんですけども、いきなりね、超人的ジャンプ力で、なんとね、ボールをカットするんです。うわー、彩子との基礎練のおかげで一気にドリブルを仕掛ける花道ですけれども、その後ろからね、仲間の1年がルカワに今パスを出さないとマークがついちゃうよっていうふうに言うんですけれども、花道は全く聞く耳を持たないんです。そう、花道はね、もうルカワなんかどうでもいいんです。花道の頭の中はもうスラムダンクをやることしかないんです。そしてドリブルで一気に攻め込んだ花道は人間離れしたジャンプをし、もうその瞬間にね、周りはね、ハッと息を呑むんです。そして一気にダンクを。その時ゴール下にいたゴリも花道を止めるために飛ぶ。なめんなクソガキ。じゃー、花道はゴリの脳天にダンクを決めてしまったんです。キャプテン、心配と驚きに包まれた体育館。ゴリ、いや赤木キャプテン、一つだけ言っておきたいことが。わざとじゃないよ。じゃあこのクソガキが、貴様今度という、今度はもう許せんぞ。ゴリが花道にチョークスリーパーみたいなかましているさなか、安西先生は心の中で冷静にこう感じていたんです。ルカワ君が新戦力なら桜木君は新鮮、つまり魚のように生きがいい方の新鮮ですね。ここで7話が終了になります。赤木とルカワのハイレベルの争いにまだまだついていけない桜木花道だったが、監督の安西の目にはしっかりと未完成の素質が焼き付けられたのであった。いや、脳天ダンク最高でしたね。ぜひね、アニメの方もチェックしてほしいなっていうふうに思ってるところではあるんですけれども、というかこの時点でね、花道のなんていうか素質に気づいた安西先生やっぱりすごいですよね。ぜひ8話もお楽しみに。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほいじゃあ。